絶望的に片付けができないのが最近の悩みで、なんか心が乱れてると部屋の状態もめちゃくちゃ悪くなるんですよ。なんだろうな、これやらないといけないって、こう整理しないといけないっていうのはすごい分かってはいるのに、何から手つけていいかわからないし、てかなんか一個手つければいいんですけど、そしたらこの携帯とか見ちゃうってのもやばいし、なんだろうな、みんなどうやって片付けしてるんですかね。すごい最近の悩みで、やればいいんですけど、なんかベッドの上に物を置きすぎちゃうし、いなんか集中して10分とかタイマーつけてやればいいのかなとか思ったり、ちょっと皆さんどうやって片付けしてるのかぜひ教えてほしいです。引っ越してきてちょっと環境が変わって落ち着いてないってのもあるんですけど、ちょっといやこのままじゃ本当に生活できない部屋になっちゃうので、物をまず捨てないといけないと思って断捨離してます。そんな感じです。物をもう増やしちゃダメだって思って、引っ越しが大変になるので物は増やさないようにって感じです。いや、誰か引っ越しじゃない、誰か手伝ってほしいけど、でも自分のものなんでやっぱ自分でやらないといけないなっていう感じで、そんな感じです。それでは。